今回は、でーん、前回の続きから始めていこう。高評価の数だけ、村人の家を作る巨大基地計画と、その前にみんなが気になるのはあれだよね。さ、前回の動画で、木曜日までの高評価の数で、チェストを設置して、その数に合わせた倉庫のデザインをするっていう話をしたと思うんだけど、結果発表ドーン。変だな。目が疲れてるのかな。385? まあ、これくらいならいけるでしょう。ちなみに村人の家も増殖させないといけないんだけど、全然進んでましーん。なぜなら全く資材がないからね。まあ今から倉庫を作っていくので、そこでどんどん資材を溜め込んできたら、村人の家も増やしていくね。だけどこのままだと、全く目標の資材数がわからないから、モチベが微妙だな。そうだ、みんなが押してくれた高評価の数で、次回集める資材を決めていこうと思います。期限は金曜日の23時59分まで。まあ今のところ2日で高評価数が400いかないくらいだから、これ以上増えることないっしょ。次回の動画の結果楽しみにしててね。それと皆様に謝罪しないといけないことがありまして、前回の動画で牛を効率よく集めるために井戸っぽい牧場を作ったと思うんだけど、あれ全然効率よくなかった。牛が1マスに固まっちゃってるせいで、餌が運良くても2頭分にしか与えられないという欠陥建築だったんだよね。なのでせっかく運んだ牛を一度絶滅させて、ちょっと修正していくね。まずホッパーを含めずに、深さ4マスになったら、一番下にハーフブロック、看板と水で上に戻り、牛を2頭以上頑張ってぶち込む。あとは砥石の下に柵を置けば、修正完了。これでまんべんなく牛に餌をあげることができて、めっちゃ簡単だね。それで今から倉庫を作るための材料を集めるわけなんだけど、養蜂箱がなんと16個必要なんだよね。多すぎるよ。まあシルクタッチのエンチャントがついたツールがあれば、蜂の巣を集めて蜂蜜製造機を作れば、簡単に養蜂箱が手に入るんだけど、生回ってるわけない。なのですっごい地道ではあるんだけど、めっちゃスケさんから弓をパクって、それでディスペンサーをクラフトして、わけのわからない理由でレバーも一緒に作る、あとはハサミも追加という感じで、必要最低限集めたら森に向かって蜂の巣を見つけよう。おお、あった。しかも蜂蜜がめっちゃ垂れてる。そのまま取っちゃうと蜂さんに激詰めされちゃうので、さっき作ったディスペンサーにハサミを入れてレバーをオン。バレずに蜂蜜を手に入れることができたね。ただこのままだと蜂がどっか遠くに行っちゃうと効率悪くなっちゃうので、蜂蜜の下にホッパーとチェスト、その辺で拾ったポピーを植えつつ、蜂さんを餌で誘拐して、下から逆さ階段とガラス板、階段、ハーフブロックでちょっとだけデザインを良くするだけで、簡単に作れる蜂蜜製造機の完成。これなら野生の蜂蜜の巣を見つければ、あとは資材を囲むだけだから、そんなに難しくないね。じゃあ蜂蜜溜まるまで付近を環境破壊して、目標の養蜂箱16個集めていこう。よーし、あれから数時間かけて作業した結果がダーン。めっちゃハニカムあるじゃん。というわけでクラフトして、養蜂箱16個、目標達成。これであとは建築するだけだね。ちなみにオークや丸石をベースにして作ってるので、初心者の方でも簡単に作れると思うから、よかったら参考にしてね。へい。まず横10マス、縦13マスの土地を確保して、こんな感じにする。自信がない方は滑らかな石を置くと間違いにくいから参考にしてね。寸法にミスがなければ、仮ブロックを土に戻し、丸石で床を作っていく。この時入り口のみ2マス追加してね。次に原木が置いてる箇所にサイドは3段ずつ、前後4箇所は7段ずつ設置してからの、下から1、2、3、4マス目から横向きに原木を追加。左右は多くのハーフブロックを足してね。もちろん反対側も忘れずに、という感じで土台は OK。ここからは装飾を始めていこう。まず画面から見て、前は上に逆さ階段と内側からドア2つ、外に戻って左右にヘイからの上に裂け、そしてさらに釣り看板でいい感じに飾り付きができたね。次に左右は下に横向きの樹皮を生えた原木と、4箇所にガラス板、手前に土からの頭皮のトラップドアで横側面を隠せばいい感じのお花畑。あとは真ん中の上にも、てっぺんに逆さ階段と、4箇所頭皮の柵で前は完成。次に横に90度曲がって、原木の間の左右に養蜂箱、くらーの樹皮を剥いだオークを2段ずつ、下は階段で上は木材、間はガラス板で壁ができたら、左右に、へーい!くらーの柵と頭皮のトラップドア、間にハーフブロックで一面は完成したので、これをプラス2セットコピペスで、そうするとまだまだのっぺり感があると思うので、3段目の原木に逆さ階段を置けば、サイドはフィニッシュ。もちろん、
反対側も一緒なので忘れずに。ちなみに上には 1,2,3 番目の原木から横向きに樹皮を剥いだオークを3つ置いて、仮ブロックまた3つ置いて、仮ブロックと繰り返して置いていこう。そしたら仮ブロックの箇所を壊して縦向きのオークの原木を2段ずつ増やしていけ。その後間は左右に横向き逆さ階段と間にオークのトラップドアでちっちゃい窓ができたので、反対側込みで合計6セット作っていこう。最後は後ろ。まず画面から見て真ん中は左右に階段と逆さ階段、キャラの間に多くのトラップドアで OK。 次にサイドにヘイン、キャラの柵と釣り看板、そしたら左右は下に養蜂箱と4箇所に頭皮のトラップドアで OK。 反対も忘れないでね。あとは2階は逆さ階段と頭皮の柵って感じにすれば壁の装飾も OK だね。そして最後は屋根を作っちゃえば終わり。ライチさんと一緒に頑張ろう。まずサイドの3段目の原木に石レンガと外側に石レンガのハーフブロック2つで斜めっぽくする。次に内側に追加の石レンガとハーフブロック2つって感じにしたら、反対と後ろも同じようにしてね。そしたらサイドはさっき多くの逆さ階段を置いたと思うんだけど、その上にハーフブロックを置いてキュイーンと前後に連結させね。そしたら内側も前後に合わせて多くのハーフブロックをつなげていくだけで1階の屋根は完成。さらに2階は逆さ階段がある左右に横向き石レンガの逆さ階段とハーフブロック外向きに階段からの下にハーフブロックを追加という感じにしたら、反対も同じようにして真ん中は4箇所ハーフブロックを追加することでデザイン OK。 後ろも忘れないでね。あとはサイドの原木が見える箇所に丸石の階段でキュイーンしたら、原木に達した階段の下にハーフブロックを追加して厚みを加える。反対側も同じようにしたら、あとは前後に繋げることを意識して丸石とハーフブロックを足し一部をランタンで明るくすることで超簡単な大きめの倉庫の出来上がり。鍵元で見ると美しい。現時点だと100個分のチェストしか入らないけど、ここからアレンジを加えて300個以上入るチェストを作っていくので、よかったら内装も参考にしてね。というわけで内装も完成したのでオープン。結構チェストをパンパンに詰め込んでみたよ。2階は景色を眺めることができて最高。ちなみにこのワンフロアだけだと132個のチェストしかないから、おいおいサムネ詐欺じゃん、炎上させるぞ。という皆様からの温かいお言葉が聞こえてくるんだけど、実は後ろに行くと地下室があって、はいドーン、ここにも収納エリアを作ったんだ。まあただ置くだけだとデザインとしてあれだから、周りに原木や階段トラップドアを駆使してちゃんと部屋っぽくしてるからね。そしてさらにダーン、地下2階まで拡張してみた。これで合計396のチェストを設置しててノルマは達成してるね。役割として1階は地上で取れた資材、地下1階はブランチマイニングで取れた資材、そして地下2階はいつ行くかわからないネザーやエンドで取れた資材をメインに置いていく予定なのでお楽しみに。さーてここからたくさん村人の家を作っていくぞ。村人の家の資材をたくさん集めてほしいと思った方は高評価ポチポチしてライツさんを応援してね。というわけで今回はここまでサバイバルを進めましたが、いかがだったでしょうか。この動画気に入っていただけたら評価とチャンネル登録お願いします。あとライスさんは現在 X もやってますので、よければフォローしてもらえるとめっちゃ喜びます。ここまで動画を見てくれてありがとう。次回のサバイバル動画でお会いしましょう。